日式戦闘機は大日本帝国軍の戦闘機。試作発注時の名称は機44、開発製造は中島飛行機、愛称は正機。連合国軍のコードネームは東条です。これまでの日本の戦闘機が旋回性能、格闘戦を重視していた中で、重武装、高速、上昇力などを生かした一撃離脱法に徹して設計された。これまでの日本の戦闘機とは一線を画する異色のものでした。設計に携わった糸川秀夫技師は戦後の著書に次のように記しています。はやぶさ戦闘機は時期を得て有名だが、自分で最高の傑作だと思っているのはそれの次に設計した正機戦闘機である。これまでの軽量で旋回性重視の戦闘機では将来の航空戦の主導権が取れないことは明らかで、日本陸軍は次のような3種類の戦闘機を研究開発しようとしていました。まず1機種は格闘性能を重視した97戦の後継となる短座の軽戦闘機。次の1機種は重武装で対戦闘機戦、対大型機戦に対応できる速度重視の短座高速重戦闘機。残る1機種は総発の長距離複座戦闘機。これに対する中島飛行機の回答が、軽戦の機43一式戦闘機はやぶさと重戦の機44二式戦闘機正機でした。機44は小山技師長が先頭に立ち、森重信設計部長、内田誠太郎、糸川秀夫ら各技師が設計を担当しました。日本軍は古くから格闘性能を重視する軽戦闘機至上主義の気風があったため、運用経験のなかった重戦闘機の研究開発は難航し、軽戦である一式戦闘機はやぶさに対して正式採用年式で1年の遅れを見ています。正機ははやぶさが採用されなかった場合の保険機であり、研究機的な側面が強かったので、中島は正機開発に新技術や新構想を思い切って盛り込むことができました。伝統的な戦術思想を超える若い技術者の逆転の発想が新時代の戦闘機正機を生み出していきます。設計者の一人の糸川技師はブランコに乗る二人の子供を見て、縦横の運動が互いに連動せずに切り離された操縦系を持つ機体を発想し、この構想から正機は水平尾翼のかなり後方に特徴的な垂直尾翼を持ち、軌道から射撃の体勢に移った時の安定性を高めています。このため射撃時の居座りが良く、機関銃砲の命中率が高いと好評でした。この構造は後の四式戦ハヤテにも受け継がれました。陸軍側の要求性能は1939年昭和14年に出され、最大速度時速 600km 以上、上昇時間高度 5000m まで5分以内、行動半径 600km などとされました。当時の日本には戦闘機に適した高出力エンジンがなかったため、爆撃機用の大直径エンジン H41 を採用し、機首から後ろは胴体を急激に絞り込み、滑らかなカウリング形状で空気抵抗の最小化を図りました。スピードを追求した薄い小さな主翼を備え、排気推力を得る集合エキゾーストの採用、強力な火力とその射撃を安定させるための長いテールアーム、新しい課題への挑戦が独特のスタイルを生み出しました。試作機は1940年昭和15年10月に初飛行しましたが、エンジンの性能不足で不具合も多く、各所に改良を施し、最終的には最大速度時速 580km、 外板の継ぎ目を目張りした状態では時速 626km を記録しました。陸軍の戦闘機では機84ハヤテが時速 620km を超えたことが有名ですが、正機のテスト機が時速 626km を記録しているのはあまり知られていません。1941年昭和16年7月にメッサーシュミット戦闘機との模擬戦が行われ、結果は二式単戦がメッサーシュミットを圧倒し、陸軍関係者を驚かせます。
メッサーシュミットに登場したドイツ軍の撃墜王の一人、フリッツ・ロージ・ヒカイト大尉は、日本のパイロットがこの機を全員使いこなすことができれば、日本空軍は世界一になれると錦単戦を絶賛しました。その後、中島が独自に改良を進め、1942年昭和17年3月に正式採用されました。錦単戦は増加試作機によって1941年昭和16年11月に独立飛行第47中隊が編成され、太平洋戦争開戦とともに南方戦線に実戦投入されていました。これが有名なカワセミ部隊です。初出撃は1941年昭和16年12月25日であり、時にはその本領を発揮する高速追撃や一撃離脱戦法を駆使するなどの機体特性を生かし、黒江康彦大尉や神保進大尉ら陸軍のエースパイロットがバッファローやハリケーンを撃墜する戦果を上げました。この部隊の神保進大尉は、使い慣れるに従ってこんな良い飛行機は少ないと思った。その加速性がたまらなく良いので、うっかりすると日本機ではなく外国機に乗っているような錯覚にとらわれた。それほど従来の日本戦闘機にはない魅力があったと語っており、また黒江康彦大尉は、97戦に比べ段違いに向上した速度と加速性能を高評価しており、戦後に本機の思い出として、こじんまりとした短い翼、引き締まった精悍な胴体、それにちょっと頑丈そうな機種、スピードに重点が置かれたこの傑作機は、第1号撃墜の栄誉を持つ私の最も印象に残っている。小気味良い出足、素晴らしい上昇力、軽快な舵の利きなど、私個人にとっては非常に感動的な飛行機でしたと語っています。1942年昭和17年12月には、搭載エンジンが H41 から改良型の H109 に換装され、この改修により速度性能が向上、錦戦闘機2型として正式採用されました。錦戦闘機2型はインドシナ、マレー、ビルマと南方を転戦しますが、残念ながら古参パイロットの多くからは視界が悪く着陸速度の高い危険な新型機と言われ、補助タンクを装備しても航続距離が短く敵地深くへの進行ができなかったこともあり、飛行第64戦隊、飛行第59戦隊の一式戦闘機ハヤブサに比べて戦闘の機会に恵まれず、あまり目立った活躍ができませんでした。1944年昭和19年末より、日本本土にアメリカの戦略爆撃機 B-29 が飛来するようになると、飛行第47戦隊、飛行第70戦隊などの外地の部隊が本土防空のために呼び戻されました。しかし錦単戦では、1万メートル以上の高高度で飛来する B-29 に対して攻撃ができなかったため、機銃、爆撃装置、防弾鋼板などを取り外すことにより約 200kg の機体軽量化が行われ、高高度上昇を可能とした空対空特攻機として、体当たり特別攻撃隊進展制空隊が編成されました。錦単戦の新規生産は4式戦が優先されたため、1944年昭和19年末に終了しました。しかし B-29 に対しては比較的有力な機体であったため、錦単戦の残存機はそのまま本土防空の任務につき、迎撃戦闘機として終戦まで活躍しました。日本戦闘機では初めて時速 600km を超えた錦戦闘機小機の性能は、一撃離脱戦法に理解のある一部の実戦経験者からは強い支持を得ましたが、日本軍の根強い格闘戦重視の思想によってその運用方法の確立がなされておらず、最後まで活躍する機会を与えられなかった不遇の機体であったと言えます。しかし戦後、アメリカ海軍航空情報部によって
旅客した2式単線2型を使用して飛行テストと性能調査が行われた際に、その報告書では次のように論じられています。第二次大戦の日本の陸海軍機の中で急降下性能と上昇力が傑出し、インターセプターとして最も適切な機体である。あなたにも先人の声が聞こえます。